皆さんこんにちは。佐藤トオルのアメダスチャンネルへお越しいただきありがとうございます。今回も私四国メタンが皆さんをご案内いたします。今回は栃木県にある足利アメダスです。では毎度の前景写真からです。最初にアメダスの北東側から、続いて南東側から、南西側から。方角をきちんと確認していなかったためずれております。最後に北西側から。ここは雨量計だけのアメダスです。除炭付きの温水式です。除炭とはこのカバーのようなものです。雨水の補足率を上げるためのものです。また雨量計の側面が張り出しており、温水式であることがわかります。雨量計を下から映しています。雨量計内に入った雨水は内部にある点灯マスを動かして、こことここから流れ出ていきます。柵の中は防草マットで敷き詰められています。植物の侵入はそれほど目立ってはいませんが、徐々に入り込んでいるようです。最寄りの駅はJR 両毛線足利駅です。アメダスはこちらになりますが、歩いて20分弱、 1.5 キロほどあるようです。無料の公共駐車場の中にあるので、車で行くのが良いかもしれません。足利アメダスの履歴です。2度移転していますが、観測項目の変更などはないようです。このアメダスは2022年3月現地へ移転してきましたが、今回はアメダス跡地の様子も撮影してきましたのでご覧ください。元はこの辺りにあったようです。足利市消防署南分署の敷地だったようです。マップを拡大するとこんな感じです。こちらがアメダスの跡地です。現地の様子はどうなっているのでしょうか。手入れをする必要がないので雑草がはびこっています。左から見えてきた電柱のようなものは側風筒です。側風筒の左には通風筒が取り付けられていた棒も見えます。奥の方には古い雨量計も見えます。当然ですが、稼働している雨量計はありません。雨量計だけのアメダスなのに側風筒や通風筒を取り付ける棒があるのはおかしいのではと思った方もいらっしゃると思います。実はこのアメダスでは気象庁以外の組織が風速や気温の測定を行っていました。観測機器は取り外されていますが、側風筒は残っているということなのです。この辺りに風向風速計がありました。ちなみに消防署南分署はアメダスが移転した2日後に廃止となりました。今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。